どうも、谷本です。相馬トランジスタがね、家に来るんですけども、ヘキトラとね、サグアとジンとね、あのみんなで住んでた時期がありましてですね、なんか人生の3本の指に入る楽しい時期だったんですよ。ほんと毎日毎日笑って、懐かしいな、良かったなって思うんですよね。で、久しぶりになんかね、相馬が家に来るということで、僕はやっぱあの人にその時期をね、忘れてほしくないわけですよ。多分あの人はもうね、忘れっぽいんで忘れちゃってるんですよ。今回はね、その時期にみんなで作った曲があるんですよ。仲間やって曲があるんですけども、その曲を久々に聴いてもらって、楽しかった思い出を振り返ってもらおうと、思い出してもらおうと、そういうちょっと心温まる企画でございます。ここにですね、スピーカーを置きましょう。で、なぜここかというと、トイレっていうのは自分の空間なので、物事を考え、物事をね、こうやって考えたり思い出したりするのには一番そのね、いい場所だと思ってるんで、僕はここをね、ここにスピーカーを置きました。いい音で聞いてもらいたいんでね。あと空間が狭いので音が反響してね、より大きく聞こえるっていうのもありますから。マイケル、一回トイレに座って。いいよ。相馬ビビるでしょ、これ。あれビビるよ。これ相馬めっちゃビビるでしょ。あれビビるじゃん。すごい感動するでしょ、あいつは。大感動。もう、いい音量で聴けてね。歌も歌だね。泣くね、あいつ。絶対、感涙流すよ。もう、ギャン泣きよ。久しぶり。半年ぶりじゃん。いや、久しぶり。館長。いや、館長。館長しよう。急に館長。半年ぶりだし。いや、半年ぶりだから。うん。半年ぶりでいきなり館長って意味わかんない。結構合ってるよ彼は結構合ってる。そうだよ、カメラワークいらない。何だよ、感情しよう。俺がやんの。なんでちょっとマイケル入れて、俺ちょっと一人でいられないよ。もう限界になった時に出さなきゃいけない。それまで待つってことね。それまで待とう。太った。嘘。太った。本当に。マイケル、どう思う。デブ。デブ中なもんちょっと太ったなって思うけど、別にどうでもいいじゃん。今どうでもいいわ。もう感動なくなったから。いや、申し訳ない。じゃあ最近はどう。最近はどう。おっしたい。活動やってる。最近活動どう。俺マジ言っていいから。もう言っていい。え、何を言うの。え、違う。違う。唯一でもちょこちょこ見てた。俺ステップ玉切り軸に見てたから。なんでその軸なの。本当に影響されない人。春雨とお湯みたいな。目の前にいるぞ。唯一見てたの。ああ、助かるね。だから説教してるみたいだから、もうちょっと崩しな。いやちょっとこれが一番楽だ。崩しな。これ以上崩したらこっちも崩れちゃうから。ああ、ちょっと今ね、ちょっと出そう。ああ、じゃあもう、じゃあもういいか。もういいか。いいかちょっともう閉めるかな。カメラ回ってる。大丈夫これ。思い出した。違う、一気に出た。俺たちの思い出なんかクソだってか。いやバカ。ちょピースか。もう知らんない。チャンネル登録。